さて団子団子三つ並んで団子団子醤油塗られて団子団子団子三兄弟一番上は長男長男一番下は三男三男間に挟まれ次男次男団子三兄弟自民党三兄弟です。売国奴の伝統、前に語りました。売国奴の伝統を受け継ぐのは誰？今日は僕たちの裏金団子、裏金の団子の兄弟を紹介します。最初に松野官房長官です。次に高木です。それじゃあみんな揃って安倍晋三から引き継いだ裏金作りと統一教会への献金の歌を5人で歌いましょう。串に刺さって団子団子三つ並んで団子団子醤油塗られて団子団子団子三兄弟一番上は長男長男一番下は三男三男間に挟まれ次男次男団子三兄弟